第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いヘンダーソン基地艦砲射撃ヘンダーソン基地艦砲射撃は太平洋戦争中の1942年10月13日から翌朝にかけて行われた日本海軍によるガダルカナル島のアメリカ軍飛行場ヘンダーソン基地への夜間砲撃であるその他一連のヘンダーソン基地艦砲射撃については高末及び ソロモン諸島の戦い主な戦いを参照。1942年10月13日、戦艦混合、春名を主力に、栗田武雄中将を指揮官とする、第二次停進攻撃隊が、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場に、夜間艦砲射撃を開始した。明け方まで砲撃を続け、滑走路及び航空機に対して、損害を与えた。日本軍が、 ガダルカナル島を確保するにあたり、輸送船で大規模な増援を送る必要があった。日本軍の航空隊は損害により消耗しており、ヘンダーソン飛行場に展開する米軍航空機に攻撃されて増援輸送が失敗する危険があった。日本海軍は艦砲射撃でヘンダーソン飛行場に損害を与え、その間に増援の輸送を行うことを計画した。 アメリカ軍の航空攻撃を回避して最大限の打撃を与えるために艦砲射撃部隊は混合型の高速戦艦を主力とした。実施部隊の指揮官である第三戦隊司令官の栗田武雄中将は危険が大きすぎると作戦に反対したが山本五十六連合艦隊司令長官にならば自分が大和で出て指揮を取ると言われてやむを得ずに引き受けた。 作戦の当時に初めて、栗田と会った奥宮正岳によれば、栗田は主席参謀の有田雄造中佐と共に強い自信を示していた。第二航空戦隊の空母順洋、費用も11日にトラック島を出撃し、常時6機の零式艦上戦闘機を上空直駅として第二次低戦攻撃隊上空に配備した。外南洋部隊の命令により、 支援部隊の重巡洋艦アオバを機関に、絹傘と古高からなる第6戦隊は、飛行場砲撃の準備を整えて、サボ島の沖合に進撃した。アオバは、地上攻撃用の特殊砲弾を装填しており、本作戦は、アメリカ軍基地飛行場射撃の効果を確認する意味合いがあった。1942年10月11日、第二次低身攻撃隊トラック島出撃。 10月12日、ルンガ沖に、軽巡洋艦1、駆逐艦7、大型輸送船2隻という航空隊の報告を受けた。10月13日朝、南進を続ける第二次停進攻撃隊に悪い知らせが届いた。先に出撃した第一次停進攻撃隊の中巡洋艦4隻がガダルカナル島に向かう途中、サボ島沖で連合軍艦隊のアメリカ巡洋艦隊に待ち伏せされ、 従順古高、駆逐艦吹雪が沈没し、従順青葉も大破された。ラバウルの第11航空艦隊からガダルカナル島にいないはずの輸送船2隻、駆逐艦2隻からなるアメリカ艦隊と支援艦隊が同方面へ進行中、との報告も届いた。10月13日夕国に第2航空船隊の上空直駅6機が空母へ帰還し、 第2次停戦攻撃隊は28ノットの高速でガダルカナル島へ進撃した。イカジ系列は昭和17年10月5日昭和17年10月14日、停戦攻撃隊記録による。10月13日21時、第8艦隊長官の三河中将は、従順町会と佐ボ島沖海戦から生還した、従順木沼佐、駆逐艦天切、餅付けを率いて、 ショートランド白地から出撃した。輸送船団を護衛しつつ、ガダルカナル島へ接近した。14日、深夜、鳥海、絹笠は飛行場に対し20センチメートル砲弾752発を発射した。10月14日、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官指揮下の元、 軽順3隻と駆逐艦4隻がそれぞれガダルカナル島への揚陸に成功した。翌日、秋月、村雨、サミダレ、夕立、春雨、しぐれ、白露、有ア明ア等の護衛による輸送船団6隻はヘンダーソン飛行場から飛び立ったアメリカ軍機の空襲で輸送船3隻が座礁するもかろうじて輸送任務に成功した。日中のアメリカ軍の艦砲射撃や ヘンダーソン飛行場からのアメリカ軍機の空襲により、揚陸地点に集積されていた物資は大部分を焼き払われた。10月15日夜、第5戦隊の従順洋艦妙高、マヤ、第2水雷戦隊がガダルカナル島、ヘンダーソン基地への艦砲射撃を実施し、砲撃に成功。妙高は20センチメートル手法463発、マヤは450発を発射した。 10月16日、連合艦隊は、水上規模艦日清、千歳、千代田による輸送を止め、軽巡洋艦及び駆逐艦,艦での輸送を、加齢、日本陸軍が等総攻撃前の最後の輸送作戦とした。これを受けて、軽巡洋艦船隊と第四水雷船隊、同水雷船隊第一小隊、第二小隊、第三小隊、第四小隊による、 輸送作戦が行われることになった。17日午前2時4時に、各隊は全時、ショートランド白地を出撃すると、20時40分から22時にかけてガダルカナル島に到着し、軽巡戦隊はエスペランス岬で、水雷戦隊はタサファロンガ岬で、それぞれ揚陸に成功した。また、サボ島沖海戦で沈没した。 駆逐艦吹雪の乗組員8名を含む231名を救助した。各隊が揚陸を行う馬、村雨としぐれは揚陸作戦中の紹介を担当した後ヘンダーソン飛行場にしぐれ100発、村雨60発を艦砲射撃した。きと、平純に由良がアメリカ潜水艦の来撃により、 不発魚雷一本が命中するも、増援部隊はそれ以上の被害を出すことなく10月18日9時30分に、ショートランド白地に帰着した。14日0時56分の、打ち方、止めまでの間に、金号は3式弾104発、鉄鋼弾331発、複砲27発の、計462発。春名は0式弾189発。 鉄鋼弾294発、複砲21発の計504発、両艦合わせて計966発の艦砲射撃を実施した。春名は弾薬コイン9名が熱射病で倒れ、1名が死亡した。第3戦隊の砲撃でヘンダーソン飛行場は火の海と化し、各所で誘爆も発生した。アメリカ軍側は96機あった。 航空機のうち54機が被害を受けガソリンタンクも炎上した。滑走路も鉄鋼弾による大きな穴が開き、ヘンダーソン飛行場は一時使用不能となった。戦闘機用第2飛行場は本攻撃の少し前に完成しており、攻撃目標は第1飛行場のみで、ヘンダーソン飛行場の機能は半減下に過ぎなかった。 10月15日に実施された日本軍の第2、四団揚陸作戦に対し、戦闘機を飛行場から出撃したアメリカ軍航空機の攻撃で、日本の輸送船団は大きな損害を受け、銃砲と弾薬の多くを失った。戦闘商法も、戦艦手法をもってしても所在飛行機を一機も残さず、撃破することは困難なりと報告している。新設化走路の完成を、 陸海軍ともに偵察察知していなかったことが戦術的成功、戦略的失敗の原因で二度目の攻撃にアメリカ軍が野戦防備を固めることは予測できた。現代的視点では敵陸上航空兵力存在下での上陸作戦は空母艦上戦闘機による揚陸艦隊準備対地打撃部隊の上空直演は不可欠だが、などのため空母を出撃させず、 水上艦の艦砲射撃で代用したことは、同時期アメリカ軍が1から3隻しかない正規空母を毎回出動させたことと対照的で、海軍の空母出しをしみは、陸軍の蓄次戦力投入、偵察不足、敵過小評価と並び、ガダルカナルの戦いに敗北した大きな原因となり、多数のガ死者、戦病死者を出して、戦闘以前の段階で大敗した。 日本海軍自身も翌月同種子で行われた第三次ソロモン海戦で全艦被衛、霧島ほか多くの駆逐艦を失った。1942年に行われた一連のヘンダーソン基地艦砲射撃、実績及びについて付記する。8月24日、夜半、機関兵力、無月、弥生、磯風、影楼、降風、砲撃成功、詳細は、 第2次ソロモン海戦。9月2日夜半、機関兵力、吹雪、白雪、天霧。砲撃成功。9月4日夜半、機関兵力、夕立、初雪、村雲。砲撃成功。9月12日夜半、機関兵力、川内など。砲撃成功。10月11日夜半、機関兵力、青葉、古高、絹笠。 砲撃失敗、詳細はサボ島沖海戦。10月13日夜半、機関兵力、金剛、春名。砲撃成功、金剛462発、春名504発。詳細は本校による。10月14日夜半、機関兵力、鳥海、絹笠。砲撃成功、鳥海、絹笠、合計752発。10月15日夜半。 機関兵力、妙高、マヤ。砲撃成功、四百476発、マヤ四450発、長波、巻波、高波で、計253発。10月17日夜半、機関兵力、しぐれ、メ。砲撃成功、しぐれ100発、メ60発。11月12日夜半、機関兵力、比叡、霧島。砲撃失敗。 詳細は、第3次ソロモン海戦第1夜戦。11月13日夜半、機関兵力、鈴谷、マヤ。砲撃成功、鈴谷504発、マヤ485発。詳細は、西村昌司少将率いる第7戦隊に出撃命令。11月14日夜半、機関兵力、タたご、高尾、霧島。砲撃失敗。詳細は、 第3次ソロモン海戦、第2夜戦。水雷戦隊による砲撃はこの他にも数多く行われ、東京急行とあだ名された。ありがとうございます。